エスパス合唱団の定期演奏会は少年少女合唱団の歌声で幕を開けました。エスパス合唱団は県北で唯一公共ホールが運営する合唱団として2001年に設立されました。年1回の定期演奏会をはじめ、ベートーベンの第九や地域に出向いて演奏を行うなど精力的に活動を続けていて、この日は新型コロナが収まりきらない中での公演でしたが、団員たちはマスク姿ながらも息の合った歌声を披露しました。男性合唱団が演奏した男性合唱組曲柳川風俗誌は2015年から練習を始めた曲です。新型コロナによる練習の中断や公演の中止などの困難を乗り越え、8年越しの発表を実現させました。また少年少女合唱団のうち、今回の演奏会で卒団するメンバーが歌った曲もありました。卒団する5人はこれまで学んできた成果を最後の舞台で力いっぱい披露しました。最後は岡山県出身の作曲家山中千佳子さんがエスパス合唱団設立20周年を記念して制作したトゥルーガーデン魔には愛唱歌を出演者全員で歌い上げ、観客を魅了していました。